ユーチコは、日本の競争馬、繁殖品馬。白髪の馬体に細かく影の白が入った、特徴的な毛色のサラブレッドとして、競馬ファンの話題を集めた。引退後の3区に、2020年の阪神、ジュベナイルフィリーズで、白毛馬として、史上初の GI 制覇を果たした、育子がいる。母白雪姫は、血統に、白髪馬を含んではおらず、突然変異によって誕生した。 サンデーサイレンス3区の白髪馬である。白雪姫の白髪は、馬の色素細胞の分化、増殖を促しそれを体表に誘導する機能に関わるキット遺伝子に変異があり、その機能が働かないために発現したものである。ブチコは、その9番子として2012年4月27日に、北海道阿比良町の農山ファームにて誕生し、母同様の白髪地に、 父キングカメハメハの毛色でもある影の白が胴体の大部分に細かく散っているというサラブレッドとしては珍しい毛色を有していた。足はほぼ白髪、耳は影、縦髪は白髪と影の混じり毛である。白髪については母、白雪姫からの遺伝であり、白については偶然部分的にのみ、きっと遺伝子が機能し、色素細胞が 表皮に到達したことで生じたものと考えられている。この外見から、後年メディアからは、ダルメシアンの用途も形容された。なお、白雪姫は2017年の繁殖場、登録抹消までに12頭の子を出産し、うち本馬を含め10頭が白髪である。半兄に、白毛真発の中央競馬での勝利を挙げた、ホワイトベッセル、半姉に2008年の関東オークスで、 白ケマ発の重症制覇を果たした、ゆきちゃんがいる。全姉のマーブルケーキは、うち子同様に白髪に細かい白が散った毛色を持つが、こちらはやや薄い色のクリ毛白である。全姉マーブルケーキ。24戦3勝、後繁殖品馬となった。競争馬登録に際しては、登録可能な8種類の毛色の中に、白毛という区分はなく、白髪として登録された。 公益財団法人ジャパンスタッドブック、インターナショナルの定める、白髪馬の規定には、紐は、全体がほとんど白色であり、わずかに夕食の反問及び長毛を有するものもある、とあり、ブチコも白髪の定義を外れてはいない。立党トレーニングセンター、おとなし秀旧社に入級し、2014年10月25日に、デビュー。 新馬戦から三戦芝のレースで勝てず、二歳シーズンを未勝利のまま終えたが、2015年初からダート路線に変更すると2連勝。この結果により再び芝に戻って2015年3月7日の第22回中リップ賞に竹豊の騎乗で挑み、白髪馬の大歌を出走権獲得なるかと注目された。大外枠17番から足を使って、 交渉面で2番手につけ、4角まで順位をキープしたが、最終直線で足が止まってバグンに沈み14着と惨敗した。このチューリップ賞を最後に、ブチコはダート競争にのみ出走するようになった。自走として4月14日のマリーンカップを想定していたものの賞金不足で果たせず、6月10日の関東オークスも抽選で補欠に回り、出走できなかった。 ブチコはその外見から競争成績上に人気を博し、この2015年6月からはグッズ6種類が全国の競馬場で発売された。サツキ賞、東京優秀の2巻を達成していた、同世代バドゥラメンテですらこの時点ではストラップが制作されていた程度であり、未だ条件場であるブチコのグッズが多数発売されたのは異例のことであった。 6月21日のユニコーンステークスでは、コースタートから三角手前で一旦は先頭に立つも、その後は足が続かず、しかし直線で粘り固着と掲示板は確保した。ユニコーンステークス後は放牧に出され、10月からレース復帰。4歳シーズンとなった2016年1月5日の1000万、下戦で11ヶ月ぶりの勝利を挙げると、3月6日の、 カズサステイクスでは一番人気に応えて三馬審査の勝利。これによりオープン生まれを果たした。オープン入り後の初戦となった2016年4月13日の第20回マリーンカップでは単勝1.9倍の一番人気に押されていたが、ゲート入り後に流行って前扉をこじ開けて飛び出してしまい、この際右上眼圏から出血したため競争除外となった。 このレースは主催発表で5億1688万9600円の売り上げがあったが、ブチコの除外により3億6460万7800円が返還対象となった。高級しての次層となった6月4日の爆臭ステークスでもゲートをくぐって、っぱなしうし、拉致に激突して、左前足付根から出血する負傷を負い、競争除外となった。 9億3109万3800円が変換対象となった。また、起乗したクリストフルメールもこのパナシウマの際に左足を骨折し、翌6月5日の第66回安田記念で起乗予定だったフィエロが急遽内田博之に乗り換わりになる等の影響が出た。2017年1月17日の宮城ステークスでもゲートをくぐろうとして前扉を破壊。 外枠発送となる4着に終わった。レース後、ゲートナによる3度目の出走停止処分、発送状況再審査の処分が下され、大人支給者では、再審査による馬のストレスを考慮し、引退の決断を下した。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。育ち引退後、出生地である北海道阿比町の農ンファームで、 繁殖品馬となった。2018年産の初子である、育氏は母の母白雪姫と同じく白のない完全な白髪馬である。芝のレースでは初となる白髪馬の新馬戦勝利を挙げ、無敗のまま迎えたキャリア4層目の2020年12月13日第72回半身ジュベナイルフィリーズにおいて史上初となる白髪馬の GI 制覇を達成。 さらに2021年4月11日に第81回大歌唱で史上初の白髪馬の品馬クラシック制覇を達成。2021年に京都競馬場主催のアイドルホースオーディションでは STEP1 で9位にランクインしたがアイドルホース化した際の経路の再現が困難として11位だったメジロマックイーンに差し替えられ STEP2 の選考から除外されることとなった。 ありがとうございます。